川田忠之は、北海道出身のゲームクリエイター、元ハドソン社員、1986年から1990年にかけて活躍したファミコン名人の川田名人としても、知られる。北海道苫小牧市出身。駒沢大学附属苫小牧高等学校、北海道スクールオブビジネス専門学校卒業。当時のハドソンがプログラマーを大量に必要としていた、ため、 内定をもらった同級生に連れて来られる形で入社試験を受けた。高橋名人によると入社試験はトイレ掃除であったという。高橋名人の10回によると第2回全国キャラバンにおいて高橋名人と当時ハドソンのアルバイトであった毛利名人の2人だけでは全国の会場を回ることができないという事情からハドソンは名人を拡充する必要に迫られていた。 そこで、新入社員にスターホースをプレイさせ、高得点を収めた川田と桜田の2名が、新たに名人としての活動を行うこととなった。両名は、ファミコン名人、高橋塾第一期生として扱われていたとされる。1986年に開催されたハドソン主催の、イベント、第2回 TDK 全国、キャラバンスターソルジャーファミコン大会で、名人としてデビュー。 高橋名人によると、川田にはカメラの前でのトーク力に難があったが、そうした点がかえってファンから愛されたのだという。ハドソンでは、スーパースターソルジャー、ソルジャーブレードなどのシューティングゲームや、ドレミファンタジーミロンのドキドキ大冒険といったアクションゲームなど、同社の様々なゲームを多数手掛けた。同社の桃太郎電鉄シリーズでは、十一移行主要スタッフとして、 制作に参加しており、11制作の際に、前作で、佐久間が抱いていた、不満点を全て解消したことから、以降の作品では、川田を筆頭とする、チーム川田が制作を手掛けるようになった。ハドソン九州合併後に発売された、2017の、制作にもゲームディレクターとして関わっている。同シリーズの作者、ゲーム監督である佐久間明は、 川田のハドソン大社が決定した際に、自身のブログにおいて、私とドイちゃんにとっては、ここ10年間ぐらいは、川田忠だゆくんのために、桃太郎電鉄を作っていたようなものだったので、どうしても桃鉄を作りたいという気持ちがうせてしまった。いわゆる、義理がなくなってしまったのだ。と語っている。2010年8月、ハドソン大社。2019年1月に、 札幌市と平区平く市に株式会社モモを設立、代表取締役として、現在もゲーム制作に携わっている。ありがとうございます。